はい、おはようございます。今ね、鈴木、これ平鈴木ですね。いいやつをおろして、今下処理が大体終わったところです。ここのね、この平鈴木のこれ頭のここ。今はね、魚の骨がね、ダメなお家も多くて、魚の頭で取るおつゆ、まあ、牛を汁ね、いうものをだんだんね、本当に昔に比べてやらなくなりました。これを湯引きして、出汁は塩と昆布で、で魚の頭をね、入れて、ネギと生姜を、ネギをベースに生姜をちょっと入れて豆腐を浮かすと。うまいんですよ。まあ、そういうようなね、食べ方が今日本ではだいぶなくなってきましたね。だから、まあもったいないっちゃもったいないんだけど、この部分が一番、魚っていうのは、ね、この頭、頭、ここがうまいんですよ。で、当然身の方はこれに立ってますから、刺身とかね、あとホイルの下とか。で、平鈴木っていうのは、要するに、鈴木の中でも、鈴木と、平鈴木は、まあ、こっち、まあ、派生なんだけども違います。で、鈴木も美味しいし、平鈴木も美味しいんだけども、臭みが良いなくて品がいいのが平鈴木で、で、鈴木の方は鈴木本来の持つ、癖、等をうまいことやった、氷にこう、パッと、こう、洗いですよね。鈴木の洗い。そういうようなね、食べ方なんかもすごく、合うし。ところがこの平鈴木はじゃあ洗いにするかと、どっちが美味しいのかって言ったら、これ刺身ですね。脂分が入ってるんで、鈴木よりも。だからその辺の魚の特性。だから塩焼きなんかするとこれ、ピカイチなんですよ。だから、平鈴木でホイルのパイ包み焼きとかっていうと、ちょっとね、フランス料理でやるやつ、あるでしょ。ああいうやつになると、ちょっとまた違ってくるんですね。どっちかって言ったら、単純に塩焼き、これが一番でしょうね。この平鈴木はね。その他は、お刺身とかね。そういうのがいいと思います。でかいですよ、これ。ここ、画面に入らないんですよ。僕の手が25だから、この状態。50。まあ、75は軽くありますから。まあ、これ立派ですね。今から早速さばいて、最後の締め、処理締めの最後の処理をしていきます。それでは、また明日、平鈴木。あ、これはね、この平鈴木は、相模湾です。それではまた明日。以上です。